はい、どうも、白滝です。この動画は1月27日の1本目になりまして、2本目は17時に投稿していこうかなと思います。爆速累計回収した結果、消費エナジーはどれぐらいなのか、時間はどれぐらいだったのか、まあ、あとはガチャ90連引いた動画、まあ、17時に投稿していこうかなと。で、今回の動画の内容としては、昨日にベスト9タイトルホルダー第1弾が更新されたので、当たりの選手は誰なのか、無課金美課金税は引くべきなのか、この順番で話していこうかなと思います。1月26日にベスト9タイトルホルダー第1弾が更新されたんですけれども、超豪華なメンバーが登場しています。阪神から見ていきましょう。1人目が大山選手、弾道アーチストミートから77、79、68、シリーズ2の通常の能力からプラス1されて、今回ベスト9タイトルホルダーで登場。称号の安打製造機でミート A、パワー A、80、80の同値にすることができます。いや、強すぎるでしょう。で、守備適性見ていきたいんですけれども、ファーストがメイン、限界突破すればサード、レフト、ライト起用することができます。で、特殊能力がアーチスト、広角打法回チャンスと、リーグリア対ともにね、まあ、称号はついてくるんですけれども、ミート A、パワー A になればリーグ必須級の選手、まあ、そのリア対でもね、使える強い選手になっているので、まあ、今回の累計で当たれば大当たりのね、選手になってくるんじゃないのかなと思います。2人目が木浪選手、弾道中弾道ミートから74、63、73、通常の能力からプラス1されて今回登場しています。で、守備適性メインがショート、限界突破すればファースト、セカンド、サードを起用することができて、特殊能力粘り打ち、チャンスメーカー、回初球、まあ、木浪選手に関しては純正向きかな。まあ、12球団のショート枠で言えば、まあ、坂本選手がいるので、リア対勢は坂本選手や池山選手など使っていってもらえればなと思います。3人目が村上選手、今年新人を獲得した投手になるんですけれども、能力の修正がありました。通常の能力が79、77、74、今回ベスト9タイトルホルダーでは80、80、75、こういった数値で登場してきました。まあ、通常もね、一応称号次第では QEA 制球援にすることができるんですけれども、今回ベスト9タイトルホルダーでは80、80、称号の手間がなくなりました。だから勝利の使者一択の投手になるのかな。まあ、この後スピチャン最強決定戦が開催されるんですけれども、まあ、リーグ必須級の選手になってきます。投手適性と球種見ていきましょう。球種を見る限りリア対で使うのは厳しい投手にはなっています。で、投手適性の中継ぎ F なので、限界突破すれば QEA 制球 A で中継ぎ起用することができるので、まあ、本当にね、この後のスピチャン最強決定戦上位目指す方は、まあ、必須級のね、選手になってくると思います。特殊能力はキレ、コントロール回伸び。横浜は宮崎選手、通常のステータスからプラス1で登場。弾道高弾道ミートから84、79、60、称号でミート A、パワー A にすることができて、サードの数値が50、特殊能力はアベレージヒッター、広角打法、回チャンス、広角打法、あとは高い打撃能力になっているんですけれども、リア対でさらに強い選手が中村典弘選手、岡本選手、村上選手、また限界突破した大山選手、藤村選手、落合選手など他にもね、強い選手がいるので、まあ、リア対をね、ガチリたいという方はそういった選手使っていってもらえればなと思います。まあ、初心者の方、まあ、最近始めた方であれば、まあ、サードではね、まあ、かなり強い選手にはなってきます。巨人で登場したのは岡本選手、シリーズ2の通常の能力75、83、アニバでもね、登場していて、アニバはプラス1されるので76、84で、ベスト9タイトルホルダーパワー見てください、85と、なんとですね、通常からプラス2されてベスト9タイトルホルダー登場。まあ、パワーがね、その1違うだけで、まあ、どうなるかって言われれば、まあ、そのね、リア対の、まあ、上位勢かな、まあ、本当に100位とか、またベスト8狙いたいという方は、まあ、こだわってもいいんですけれども、まあ、正直ね、リボン狙い、まあ、繊維のリボンとかね、ランク戦を楽しみたいという方は、まあ、そこまで、こだわる必要はありません。まあ、一応ね、ベスト9タイトルホルダーでパワーの修正が入っています。
守備適性メインがサードを限界突破すればね、レフトとファーストも影響することができる。で、特殊能力アーチスト広角打崩壊、存在感アーチスト広角、そして高い打撃能力になっているので、今回の第1弾の大当たり枠2人目になっています。オリックスは森友哉選手が登場。通常枠は出ていないんですけれども、こちら SP ちゃんで通常の能力が判明しています。78、77、73で、ベスト9タイトルホルダーではプラス1の能力、79、78、74、こういったね数値で今回登場してきました。守備数値は68、特殊で B にすることができます。で、限界突破すればねライトも影響することができて、シリーズ2からプルヒッターが追加。まあ、森友哉選手はリアタイ向きのね選手ではなく、リーグで強い選手になってくると思います。称号の飛ばし屋で80、80、ミート A、パワー A の同値、最大4つのコンボ発動してくれるので、まあ、この後のスピチャン最強決定戦上位狙う方は、まあ、リーグ的には必須級の選手になってくると思います。オリックス2人目が山下選手、通常の能力が79、72、70で、ベスト9タイトルホルダーでは80、73、72、スタミナプラス2、球威と制球はプラス1されて今回登場してきました。まあ、リーグ的にはね球威 A なので、まあ、スピチャン最強決定戦参加する方、まあ、あとはリーグ勢の方は使える投手にはなっています。まあ、リアタイではちょっと厳しいかな。パワーカーブだけでは相手をね抑えることはできません。特殊能力は超剛速球、伸び回、奪三振。ロッテは中村選手、通常からプラス1のステータスで登場。弾道中弾道ミートから71、73、79、総力型なんでリーグでは一切使えてこないんですけれども、まあ、守備適性 B あるのでリア隊の守備要員として、まあ、使うことはできるんじゃないのかなと思います。特殊能力は選球眼、片目打ち回、走塁。ソフトバンクは柳田選手、今回ベスト9タイトルホルダー第1弾の3人目の大当たり枠になっています。弾道アーチスト81、81、80、オールステータス A、 特殊でライト C にすることができて、特殊能力アーチスト広角打崩壊、存在感。いや、まさかのねアーチスト広角が第1弾で3名出てくるとは思わなかった。楽天は辰巳選手、通常からプラス1で登場。弾道ラインドライブミートから72、72、82、リーグでは一切使えてこないんですけれども、リアタイこれ強くないですか。センターの適性が B、 さらに守備積極、盗塁積極、肩も特殊でなんと S にすることができます。で、特殊能力も超ラインドライブでパワーを上げてくれる。チャンス回でもパワーを中アップ、ミートを中アップで、意外性でパワーを中アップと。いや、これね、辰巳選手リアタイ使えてくる可能性あるよ。まあ、センターはアーチスト広角の柳田選手、まあ、右打者で言えば田村選手がいるんですけれども、まあ、ラインドライブ勢で、辰巳選手を使いたいという方はいるんじゃないのかなと思います。いや、これリアタイ的には強いと思うので、もしね累計とかで当たれば残す価値はあるんじゃないのかなと思います。そして最後、日本ハムファイターズは万波選手、通常からプラス1のステータスで登場。弾道パワーヒッターミートから70、79、72、称号でパワーアイにすることができます。まあ、限界突破すればセンター、レフト、ファーストを起用することができて、特殊能力パワーヒッター、連発回、レーザービーム。今回ベスト9タイトルホルダー第1弾が登場して選手評価見ていったんですけれども、まあ、かなり豪華な選手たちが登場しているんじゃないのかなと思います。次に話していく内容が、無課金美課金勢はこのガチャを引くべきなのか、これは引いてもいいガチャになっています。スピリッツが4500で、大当たりの選手が大山選手、柳田選手、岡本選手になるんですけれども、第1弾でこの3名がね登場しているので、もう引く価値は多いにあるんじゃないのかなと。まあ、その他ね、当たりの選手、村上選手、まあ、リーグ最強の投手で、宮崎選手もねリアタイリーグ使える、森選手、まあ、リーグで、最強の保守枠になってくる、山下選手、辰巳選手、万波選手と、まあ、リーグやリアタイでね使える、まあ、選手たちが今回第1弾で固まっているので、まあ、これは本当に引く価値はあるんじゃないのかなと思います。
今回の動画はベスト9タイトルホルダー第1弾が登場したので、無課金美課金勢は引くべきなのか、当たりの選手は誰なのか、解説していきました。まあ、何かね、わからないことがあればコメントで返信しているので、書いていってもらえればなと思います。まあ、最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。まあ、次回ね、5万人目指して投稿しているので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね、通知と、まあ、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。